え皆さん、こんにちは。それではですね、えー、全試験対、体全試験形式対応、青本徹底、高齢校についてお話をしたいと思っております。担当歴史に講師、ベニソ・サです。えー、っと、この講座やっていくのは、青本ってどうやって使うんですかっていうところと、私の講座ってどうやってうまく使っていったらよいのか、ないしは何を目指しているかっていうところね。で、あと試験の傾向について少し喋っていこうかなと思っています。で、まず、レジュメを見ていただけるでしょうかね。レジメ今日、配ってるものがありますよね。えー、っと、配ってるとか、まあ、これ、 通通信信なっててるんで通信で配布されれますよねこれ全試験形式対応アホン徹底攻略法っていうね中身になってるんですけど中身見てくださいこれに従ってしゃべっていきますからねまずは1ページねこう書いてありまして、えー、と試験生る必要なものってことね、まあ、国家試験でありますんで何をすれば試験って受かるんですかってことなるねまずは本読みより講義を聞いてもらいたいんですよ講義,こと講義を聞くことによってだいたい外部掴むことができるからねでこれで,で満足してる受験生が多いわけですよ 一応聞いた。ね、よく、まあ、これを聞いただけで受かるかってことだけど、これだけで受かるわけではもちろんないからね。で、これをちゃんと理解して、初めてって話になるわけですよ。でも、大体の受験生は、一回聞いた。で、なんとなく分かった感じがするわけですよ。だから、次の講座また取るわけでしょ。で、受かればいいんだけど、またダメだった。また受けるわけだよね。で、ずっと受けていくわけですよ。でも、なかなか受からないってことなんだけど、ただね、この場合って、大体知識を100とするならば、50ぐらいしか入っている状況ではないんだよね。 でこれずっと繰り返してるんで受からないんでしょう。偉そうに言ってるけど私も大体3年ぐらいまでそうだったかなっていう感じがするんですね。あの受かる勉強やってるわけじゃなかったっていう感じね。ただやった気になったってことでしょうね。で講義はそういう側面で多分にあるんですよ、ねで。一応講義を受けて満足してるっていう制度受験生結構見るんだよね。でそうではないからちゃんと理解していかないとあの絶対進まないんだよね。じゃあそれを試すたには何をやったらよいか。 一番早いのは本体問題集をやることは一番いいに決まっているわけですよ。問題集。集は過去問ですよ。で、ここからしか出ないって話になってるから。やるのが一番良い。でも過去問をずっとぐるぐるやっていて。受かるんでしょうかね。だったら、これだけやってればいいわけでしょ。でも、なかなか受かんないっていう状況あるじゃないですか。なぜかな。これも単に暗記しちゃってるんだろうな。単に。過去問をやって。担当過去問をやりました。ジュネームについて。何十回も解きました。 でパッと見た瞬間解けるよようになるんだよねでもそれって多分答え暗記しちゃってるんだと思うんですよ。でそこからなぜこの問題問われてなぜこういう回答になってってことは理解できないとダメなんだよね。でこれも私経験しましたね担当については毎年毎年リ年ウネムについてうんとね30回ぐらい解きましたよ。大げさではないですよ。今そんなに解いてる受験生っていないでしょ。で30回ぐらい解いたので見た瞬間にパッとこれ分かるわけですよ。回答丸 何年の何万だっていうところまで言えたからね。当時はでも受かんなかったんだよね。で初年度が多分ね十何点。当時五十点満点だったんで十何点。や、ま、っ、あ、勉強してるわけではないからね。でも二年目一応ちゃんとやりました。一応ちゃんと授業を受けて一応全会出席したんだよね。だけど受けたけど二十点いったかどうかで終わってしまったんですよ。大して変わってないよね。だからもう一回同じような講座ってまた受けたわけですよ。 で、さっき言ったことにつながるよね。講座受ければ受かるかなと思って受けたわけですよ。で、また真剣に一年聞いたんだよね。聞いて、理解した感じになった。担当式試験受けたんだよね。そしたらね、えっ、ー、とね、50点満点多分21点か2点ですよ。2点か3点しか上がってるわけではないのね。で、全然これ分かってるわけではないんでしょ。そうなっちゃうと。で、また行ったわけですよ。同じような講座に行ったわけね。行ったわけ。で、3回目受けたわけですよ。3回目受けて、 また問題集についても毎年毎年10年分について30回くらいやったわけですよ。でパッパと解けるようになった。で今年は受かるかなと思っていたんだけど23点か4点で3年目って終わってしまったのね。でそういう受験生って多くないですかね多分。やったことによって満足しちゃってるんだよね。でこなしているわけではないんですよ。でこれ一番まずい傾向ね。多分こなしていないそこは。担当の問題についてもやった。で講義も聞いた。 なななんとなく分かった感じになる、ね、これは論文の過去問担当そうだし論文の過去問についてもそうだよねだけど分かってるわけではないんですよなんとなく浮かんでくるだけなのねでこれはダメなんだよね言ってみたらうんでたくさんやっていけないってわけではないですよ、ね、意味あるかといったら意味あるんですあるんだけど使い方が問題なわけですよで使い方が多分分かっていなかったんだろうねこれ使い方が問題だうん何度に解いてもあの合格点達しないんだよね これは答えを覚えてるだけなんで近しい問題出ると解けなくなってくるわけですよ、うん。じゃあどうしたらいいんでしょうかって話になるんだけど原点回帰って一体なんだろう、うん、よく言うのは三種の神って言いますよね。うん、一つは何か条文なんでしょう条文になぜこう書いてあるのか私が言っているのは条文中について覚えなさいではないよ。覚えたって意味が全くないから。例えばね うんとどこでもいいんですけどあ持ってきちゃったえっ、ー、とねちょっと青本に条文書いてあるねでちょっと見ていこうかなと思うんだけどたぶんこういう条文ねうんと例えば18条ってきてあるよね特許だったらねもうこう書いてある見るとじゃあ師匠ねうんとこう書いてあって条文だけだから問題がないですよねこれね。 んないかこう書いてあって1個ね、えーっとうん、まず1個見ると手続きを却下するることができるんだまず裁量になっていて対象は手続きって書いてあるわけですよ。でこれに対し2個になるならばどう書いてあるか当該特許出願を却下することができるんだ裁量ですよ。でまずなぜこれ裁量になってるんでしょうね。なぜ教訓規定ではないのかなそしなければいけませんと書いてるわけではない。 ななぜ最良になっているんでしょうねねまままずこれ止まりますよ、ね、あと対象になっているのが1個の場合は手続きでこれに対して2個の場合は「ランって書いてあるねなんで違うんでしょうね。でこういうのをちゃんと分からないと暗記してもいいが全くないわけねここねで通常はこれ暗記しちゃうんでしょでこれをずっと私はやっていただけだったんだよね気づいちゃったらねで過去,の過去の過去の問題集を解いた何十回も解いたなんとなく受かるような感じがしたでさらに も、えー、も何度も出た一応満足してなんとなくこれ分かってような感じがしたわけね。で青本も読んだ読んで一応書いてあることを暗記したわけですよ。でも分かんなかったわけね。でそれはさっき言った点について気付いてなかったんですよ。なんで裁量になっていてなんで一方は手続きと書いてあってなんで二項は質論って書いてあるのかなってことね。でこれ分かるようになって明確にこれ分かりましたよ。勉強が違っていたってことがね。必な談ですね試験って必は止まらない勉強って。 ダメなわけですよ量でなんとかできるって勉強の仕方もありますよだけど実際上は量より質なんでしょでこれは分かんなかったんだよねだからガムシャルにやっていただけですよでこういう勉強を繰り返してる方っていらっしゃいませんかねうん、ただと考えちゃうと思い当たりますよね多分いらっしゃると思うだからなかなか受からないんですよ量で管理しているでしょ質ではないって話になるよね,とかねじゃあどうやったら一番良いんでしょうか まあさっっき言ったように原点回帰だよねだったら、えー、常文集あとは青本そして学校もたらしになるんだけど使い方が悪かったわけですよ理解したわけではないんだよね単に暗記してるだけってなっちゃうわけ、うん、じゃあ青本って読めなかったらいかんってことになるねそうなるとじゃあどうやってこれ読めるんでしょうかね青本って、うんまあ、これ書いてあって本読むということじゃあ自覚で何とかなるんでしょうかというとなかなか実は難しいんだよね なんんでででこれ難しいんでしいょうね一つは改正の嵐ですよたくさんたくさん改正があってまず全体が分かんないと何で改正の契機があったのかって分からないからねだから難しいんですよただまだ国内法からなったんだって言ったら何となく分かりますよだけど条約の規定によって変わりましたっていうのは結構ありましたよね23年改正からずっとそういう関係になってますよ30年改正まではねで以上になると抜本的に国内法の改正だってことになったわけでしょ 令和元年法はそっちに近いよねだけど23年改正からずっと30年改正まではどっちかというと条約の改正が多いんですよでそうなっちゃうとなかなか理解できないってしになるよね一応ここに書いてあるんだけどわけわかんないわけですよそこってねでしたがってお本って読むのが難しいわけねでさらに言うならばどこまで現在必要かってこれわからないわけですよだって立法の経緯がずっと書いてあるからね で現在必要なのは一体どこまでが必要ですかっていうとさあどうだろうってなかなか自分ではこれ分かりにくいわけですよ。うん、で自分とき以上にそれは顕著かなっていう感じが実はしますね。だからナビがないとなかなか本則は理解できないんだってことになると思うんですよ。でおそらく担当問題をたくさん解いた、ないしは講座に出た、ないしは論文の問題集を解いた、ないしは演習を解いたと言っても受からないというところはそこに多分あるんでしょうね。やっぱ本試験ってうまく作ってますよ。すごくうまく作ってる。やっぱね。 1> 1年間かけけけて1問だだ作るだけあるあね素晴らしい問題ばっかし言いたくないんだけどねで本んにそう思いますよ担当についてもしっかりあとは論文についてもさすがって問題ばっかしですよよく考えたかなってこれ問題ばっかしなのねうん、うん、じゃあこれ分かるためにはやっぱしかないよね特許庁に一番貢献解釈本はこれしかないわけでしょ特に産業財産の世界って教科書がないよね 昔はまだあったわけですよ。特許だったら吉,吉井先生、内視は中山先生、衣装であるならば高田先生、内視は斉藤先生、あるいは商標だったら阿弥野先生決まっていたわけね。でも今何う今してほしいでしょ。まあ、受験生減ってしまったのでなかなか作らないってところもあるんでしょうね。出版もなかなか難しいっていう状況ですよ。でもこれは出てますよね。これとか毎,毎度の改正本だよね。でこれしかもうないと言っても過言ではないわけね。 でこれをちゃんととわなないい実は理解深まらないわけですよ。で昔あまりよかったわけそういった基本書があったから体系語になっていて理解できましたよだけど今そういう状況ではないってことだよねじゃあ通れといて読み込みにやってできるようになるかというとそうではないってさっき申し上げました難しいんだよねやっぱ気を手らけた問題って出てきますよさすがにそれはねでこれは本試験の問題だったらしいになってるんだけどちょっと考えてみましょうかねで一応アホを読むツールとして作ったのが実は 担当アドバスって話になってるわけ、ね、なかなか言見えることがこれ難しいとじゃあどうやったらいいんでしょうかアウフォンのちこれプラスあとはそれ出てくるような担当問題ねこれ通じることによって条文って具体化していくんだと作ったのが「担当アドバンス」ってこれ教材だったわけですよでも今それがうんとそれ使ってるかなっていうとそう使っていないんじゃないだからなかなか理解できないんだろうって感じがしますよね こはねはい、じゃあ、最近の問題。ね、うん。どうなってるかっていうと、実際じこれ難しいんだよね。だかなかね。で、これちょっと過去問があるんだけど、なんでこういう問題出たのかって見ていきましょうか。ここね。25年のまず特許。これ聞いてるのは、えーと、25年の特許の、これは何問目だったかな忘れましたけど、1番のカッコ、カッコ1って規定があるわけね。で、これはどういう問題でしたっけ書いてあるのってね。これ、簡単に言うならば、保証金請求権だよね。 保証金請求権について自分で作ったから補償金請求権の行使って受けませんって言えるかってこれ問題点だよね。でなぜ被災者はこれ聞いてるんでしょうねまず大把握は絶対必要だよね。なぜ聞いてるんだろうそもそも補償金請求権って何で発生したんだっけこれはここに書いてあるよね。特許においては切切っっって話になってもれなないだにますそうすることによって新しい内容が開示されます。 でこれをまた利用して作っていくんですっていう経緯を取ってるわけでしょまあ、新規発明公開の代償だよねこれを起点として改良発明についてどんどん作っていくんですっていう前提があるわけですよただそれやってしまうと模倣とやが決まってしまうんだよね、うん、したがってそれに対する固定が保証金請求権だって書いてあるよね趣旨から言ったらまずこれは分かってない届けないよねじゃあそれと無関係に自分で作ってしまったんだじゃあこういう場合について 果たして保証金請求権って講師受けるんですか？っていうのを聞かれてますよ。かっこ1どうでしょうかね。結論知ってますよね。当然受けるんだっていうところだよね。受けるんだ。うん。じゃあどうやって書いていったら言うんでしょうかね。趣旨から言ったら該当しないんでしょ。出願公開されました。これを起点として模倣してしまった。模倣してしまったんだ。だから、保証金請求権って発生するんだよね。って普通習いますね。だし、アホに書いてありますよ。だけど、これ？ もし講師ができないって話になるとまずいってことになりそうだよねじゃあなぜできるって考えるんでしょうかってこれを聞いてるんだよねこの問題ってでどう考えますまず特許でどんな権利だっけ絶対的独占権だよね著作権は相対的独占権だから講師がないんだよ著作権って見てやってしまった人に対してしか権利講師はできないのが著作権の世界ねでも産業財産権は設定努力になりました ううしししましょょねっていう前提になるんでしょだったら誰がいつまでどういう内容について独占権を持っているか明確に公示されるんだよね。で分かってるっていう前提なんでしょがってねっがって見てやった人に対してしか蹴り越しはできないっていう対象ではないんだよね。だから絶対的独占権っていうんでしょじゃあ保証金請求権ってその前段階だよね。だったらこれについてもそういうふうに適用するのが妥当だよねっていうのが特殊詐の根幹なんでしょ 特許は絶対的独占権であるならば保証金請求権毎段階の権利なんで同じように解釈していくんだってことになるんだよね。としたがって本件の場合についても保証金請求権って当然行使をしてもいいっていうのがまあ回答になってくるわけだね。でこれは分かってますかっていうのが1番の括弧1ですよ。あと1番の括弧にねこれ何かというとあの出産公開によってやってしまったことによってまあ実証した人がいるんだよね。で警告状をもらったらしいんですよ。 うん、で設定努力になった後にそ,れをあのその製造した物品等について料金払ったらしいんですよ払ったと。で転嫁受けた人が、えー、その人から転得を受けた方が、えー、その物品を買って設定努力になった後に使用やってるって書いてあるわけね。じゃあこの場合について保証金請求権って転嫁者である使用者に対して実施ができますかっていうのを聞いてるのが各国だよね。 これは当然できるんだでいいんでしょ？回答から言ったらね、場面が違うんだってことになるからね。だけどこれ逆の見解も実はあるんだよね。で逆の見解を唱えているのが中山先生ですよね。中山先生、中山先生はこれ当然できませんと言うからね。だってあの保証金請求権の場面って独占権あるわけではないわけですよ。やってしまったってことに対する政策的な論点だって書いてあるからね。論点である。 要請があるわけではないわけですよで。料金払った以上はもう精進しって言いますよ。中山先生はでそのとは関係ないってことを言ってるわけね。で、この喧嘩の差異があるんで多分聞いたんでしょうね。おそらくトイレってまあ、これは深い解釈だってことになるかと思うんだけど、こんなことを聞いていたりとかあるいはですね。うんとこれかな？衣装衣装なんだけど、衣装についてはバラあの抽象的な問題出ますよね。うん。 えこれ去年の問題だけど産業財産権の中で特許と商標があると創作の一番中心が特許法でしょで協業の一番中心が衣装になるわけですよあ商標になるわけねで衣装といったら真ん中だってことになるよねだから説が割れるわけでしょ創作説とか近藤説ってあるわけですよでこれがあるんだったらなぜ衣装って独特の制度があるんですかって聞いていますよねうんどう書くのかなって当然ありますよね でこれを踏まえて回答してくださいっていうのが昨年の問題でしたなかなか難しいよね一番こ,こに一応書いてあるんだけどこれを踏まえて論証してくれませんかっていうのが問いになってるよねここねまあそれがこの問題って話になってるんで結構難しいかなっていうところですよねであるいは商標。これ、まあ、審査基準改定されたところだよねで三条理工についてあのこれ同し性がない厳格に認めるべきなのかそれともある程度 緩和してて認めるるべきかってことを聞いこ聞わけだよねどうですかねなんでこんな議論があるのかなそもそも三条離婚の救済の対象になるものって三条1項3号どうでしょでこれってそれに該当した場合については誰でも使用できるんだよねでも三条離婚に該当しいっしいになると特定の個人に独占権を与えるって話になるわけでしょ今度は逆に使えなくなっちゃうんだよね、うん、じゃあこういう場合については やっぱり厳格適用しなかったらまずいのかなっていうとそんな感じもしますよねだったらこれ厳格適用しっていう見解になりますよねこれ旧審査基準でしょどっちかというとだけどいやそれ貫いちゃうとほぼ参上利口って適用関係難しいですよって判決が出たんだよね甲羅事件とかアズキーパーの事件ですよ、うん、じゃあどっちが妥当なのかなあくまで保護と利用のバランスなんでしょう産業財産権って 厳格に適用すするとすごくく難しくなっちゃうよねでも誰でも使えるものに対して独占権っていうのはどうかなっていうとそれ一方で実際上難しいんだと。っていうんだったらさあどうかなっていう感じがしますよね緩和してもいいのかな、まあ、この悩みを聞いている問題なんでしょう、うん。で今はある程度同一性があるならば足りてしまうんですってことで少し緩和してますよね審査基準マターはね。 でこれについてあなたはどう考えるんですかっていう問うっうのがこの問題ってことになってるからね。うん、まあ一応そうなってるよね。じゃあ見ましょうかね。えー、っとサウンドリングの適用について厳格にするっていう見解があると。それ一方で緩和するという見解があると。あなたはどう考えるんですかって聞いていますよね。これ内面どう考えて吐き出すんですかっていうのがポイントになるところだよね。でそれをちゃんと分かっているかってことになるけど、そこの観点については青オにちゃんと書いてあるからね。 前提として、うん、だったらどう考えるんですかってこれ契機になりますよ。いいでこういう問題についてはどこの本にも書いてるわけではないわけですよ。たまた判例知ってれば書けますよ。書けるけどそれ知りませんと。でも書いてくれませんかと言ってるわけでしょ。考え方を問うてるわけよ。商標全体についての考え方を問うてるわけでありましてしたがってんだろうなたくさん問題解いて解けるようになるかというと難しいよね。よく言うんだけど本試験って 1 0と0問やったのに本試験って1 0 0 1問目1 0 0 2問目が出るわけですよ。でこれについて解けないと受からないわけね。完璧な形で。じゃあそれって前提である根っこがないと解けないわけですよ。1 0 0 1問1 0 0 2問っていくらやったとしたって1,000問までになるからね。でこれ深い勉強じゃないわけですよ。じゃあその前提としてあるのがアホンってことになるわけでしょ。うん、であるいはこういう問題だよね。これも、えー、と去年の問題になっちゃうのかな。 えーとね、うん消費の問題なんだけどうんと五年設定るかが5年経過しちゃったんだで無こ審判制御できなくなるっていう事案があるよねじゃあこの場合についても純百十の算定神戸出しててもよいいかって聞いたんだよ、ね、でこれ見ると書いてありまして「神戸をかとする場合と神戸を非とする場合とのそれぞれの理由について回答してくれませんか?」と言ってるんで両説してないとダメなんでしょで知っていますかねこんなことをね。 さあどうなんだろうって言葉についてやっぱり考えるんだよね、うん、そもそも百143と言われてくるものについてはまず何であれ入ったんだっけ別途無効審判を請求して審理を求めて結論を出してから裁判所に提起をするって話になると遅くなっちゃうんでしょできれば当該訴訟会議においてはないものとして判決書いてくれませんか一方で処理をしたいんですよ、うん、であるならばそもそも趣旨としては何かっていうと 無効審判請求しなくったってこれはできるって規定にしたいわけでしょ中身としてはさ、ね、じゃあどうしますかってことになるよねうん書から言ったらそうなるでまた無効審判を条件としてますかというとうんっていう感じになるよね別にそうするせいう修正はないとであれば無効審判請求できなくなってしまったらしたって当該公免って出せるんではないかっていう見解もあるよねでその一方で よ,よ140の3ってねどう書いてありますかね中身を見るとね一応こう書いてあるよ1 4十三3でしょ <laughs>、うん、え特許権または専業自治権の侵害にかかる訴訟において当該特許は特許無効審判によりまたは当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により 無効にされるべきものと認めるときはと言ってるんで無効と認められるような場合に限っては答弁出してもよいよと言ってるわけねだったら審判請求しなくてもいいんだけど無効になる可能性がある場合じゃないと出せないんではなかろうかっていうふうに読めますよね文理から言ったらだから説割れるわけでしょじゃあどうしますかというのを書いてくれませんかっていう回答だよねあとは考えて自分で書くしかないわけですよでこれもちゃんとしゃべってるからねこの講座の中では私 話してるんでこういう見解があって、えー、どうしますかってことをしゃべってるからねであるいは昨年度出た問題これ不使用取り消し審判なんだけど不使用取り消し審判について商標的使用しないと不使用になってしまうという見解といや商標的使用しなくったってなりませんという見解に分かれるらしいんだよね、うん、じゃあこの見解って何でこんな見解があってってことを聞いてるんだよね多分聞いたことないと思うんですよあの知ってる方は知ってますよ この見解あるってことは、まあ、商標権の弁士だったら普通にこれは知ってる話ですだけどどうなのかなまず考えましょうかねここねこれもここじゃなくて話してやるんですけどここね商標的使用可能必要とする立場これどういうのかな別に条文上は商標的使用しなさいと一言も言ってるわけではないよ不使用だったら取引審判の対象になりますってことがあるわけねでもね なんでこういう見解があるのかな。そもそも商標的使用対立したがってやらないと業務所信用がマークに固いしないからって言ってしまったら一番ってこところ固いること可能になりますよね。可能なる。うん。一番ね。業務上書いていないんだけど商標的使用対立したがって使わないと業務所信用がマークに固いしないんだよね。だったら商標権って空権化してるってことになってしまうんでしょう。だったら空権化した商標権の個別整理が審判の趣旨なんでしょう。 審判請求ってできるんじゃないっていうのが一番だよね。数する立場。で、これに対してしようとしない立場。これどう言っていくのかな。で、そもそも商標的使用っていうのはどこに出てきた問題だっけ。これは公弁だよね。抗弁。じゃ、侵害に対する公弁として。考えた、考えてきた見解なんだよねってことがまず前提となります。うん、これも言ってるんだけどね。中では。うん。で、従って。えー、っと。この場面って。 侵害ではないよね。で、侵害ではないんだったら、使ってるんなら、何でもいいんではないってことになりそうだよね。で、使ってる以上は、空けんかしてるわけではないじゃない。だったら、趣旨から言っても、不を取り決審判って、対象にはなりませんってことになるかもしれないしね。商標適用対象じゃなくっても、使ってるんだったら、問題がないという見解にもなりますよね。で、これを書いてくれませんかってことですよ。だから、何を言いたいかと言ったら、当然学説は知ってることは絶対必要になりますよ。だけど。 前提と趣旨ねこれ全部ここに書いてあるわけですよでこれ分かんないと多分こういう問題は対処はできないんでしょうねでおそらく今年もこういう問題出すんでしょう衣装かもしんないし商標かもしんないしはたまた特許かもしれません昔は出ましたからね特許もでそうなっちゃうと多分お手上げっていう状況になるのかなっていうところですよで今ちょうど過渡期だからねでそれも今回コロナになって結構延期になってしまってますよね 延期になったし、まった結果として、これが出てしまったわけでしょう。これ、出てしまった以上は、何出してもいいのね。改正分野についても、出しても良いし、また昔からあったものについて、出しても良いわけですよ。で、そうなっちゃうと、試験って変わるかもしれないのね、うん。特許の問題も変わるかもしれないし、必勝商標もガッと変わるかもしれないですよ。としかつ、衣装についてはっていうと、あの、今回の改正を目指して。全部そう出しっていう感じが強い問題が多かったわけですよ。でも、今回、大改正になりましたよね。 だったら改正法だけ出しましょうって聞いてきてもおかしくはないよね。ところばについてちゃんと理解してるかってことを聞いてくるかもしれないでしょ。これから数年ずっとね。でそうなっちゃうとなかなか難しいかなってこともありますよね。あるいはさっき見たような商標,な商標,的,なあの商標的な問題ね、うん。いわゆるちゃんと判例知ってるかじゃあ判例書って読み込まなかったらいけないのかな、うん。確かに読んでいた方が有利かもしれない。だけど、えー、これを聞いてるわけではないわけでしょ。 ここね、特にこの問題、ね、この問題で確か最高裁の判決が出たってことでおそらく皆さんこう飛びついたと思うんですねでも最高裁は折衷的な見解だよ折衷説どっちでもないわけですよとなると最高裁の見解書いてしまって絵図に入ってしまって回答ねと言ったらダメなわけでしょ聞いてんのは必要とする立場あとそうではないという立場なんで逆のことってちょうど両極端を聞いてるだけなんだよね でそれによって商標って分かってますかというのが理でありまして、判例知ってるかではないんですよ。判例は折衷だもん、言ってみたら。ね、本紙で聞いてるのはこの両極端を聞いてるわけですよで。判例はこの真ん中に当たるわけね、どっちかというと。判例。でこれを聞いてるわけではなくって、聞いてるのはこの立場とこの見解を聞いてるわけですよで、あなたはどっちが妥当だと考えますかと聞いてるんで、判例書いても、本当はいいがつかないはずなんですよ、ここは。 で、そこをちょっと分かっていないと、間違っちゃうんだぞって話になるからね。うん。で、これ分かるためには、やっぱ、貢献解釈も呼ばないと、難しいんでしょう。なかなか。ここはね。あと、次。5番目だよね。じゃあ、これうまく使って読むと、こういう問題も解けるようになるんだっていうと、そうなります。確かになるわけね。だけど、難しいのは時間がないっていうところですよ。皆さん、社会人でしょ。社会人であれば、多分、 日常の勉強時時間間っってて家に帰って大体2時間ぐらいいしかないですよじゃあどうやって勉強するの多分通勤時間を使ってやってるはずなんですよ。でその時に何を使うかってやっぱ一応ポイントになるわけね。まあ、できれば家の勉強と通勤の勉強って分けてやっていただきたいの。で通勤当時やる勉強については繰り返し勉強絶対いいわけ。それもインプット系ですよね。台本解釈指南はインプット系垂らしになるんで最適なわけですよ。 でこれをいかに使うかによって変わるわけね。で、私は4年目に受かりまし5年目に受かったけど、4年目にそれをちょうど繰り返したのね。通勤当時の勉強について考えてやりました。インプットについては通勤でやっていこうと思ったわけね。で、繰り返しました。何度も何度もね。繰り返したわけ。それも各種の講座についてやりました。だからたくさん手を出したわけではないんですよ。かえってまずいわけ。うん。さっき言ったよね。いろんなものを手を出して失敗しましたと。 やっっ気になったんですよだけど大体同じことをずーっと繰り返してるだけなんで実際に全然進めなかった一番これに戻ることなんですよ原点回帰これこの講座だったらしになるからねでうまくこれ使ってもらいたいじゃないと時間的な問題だと仕事の関係だよね時間がないじゃあ仕事を潰してやるんですかなかなかねこれも今は難しいでしょ、ね、今試験を受かって一発逆転ではないからね昔と違ってだったらうまく付き合ってやるしかないですよ でさらに言うならば、えー、と最後に6番に書いたように弁理試験は国家試験の中で一番勉強しにくいのね難しいんじゃなくて勉強しにくいんですなぜかなってことだけど一番日常の事柄と,とずれてるんですよかなりずれている特許ってあまり関係ないでしょ離婚であったりとかあったらまあに身近だよねやはり売買傾向をしました身近ではないですかまだ司法試験の方が身近だっていう感じがするよね難しいかどうかこれ別よ ただ、短って言ったら、司法試験のほが短でしょ勉強試験は、短ではないわけですよ。言ってみたら。ね、通常だったら、知財に関わることは普通ないと思いますよ。だからまず難しいんでしょうね。あとですね、2番、リズムと試験が一番乖離してるの。うん、確かにこの勉強をやりました、リズムにか生きるんですか生きないわけではないけど、実際その通常のリズムであるならば、あんまり関係ないでしょうね。うん、うん。で、一番乖離してるんですよ。 で他の試験って割と試験受かるとすぐ資格に直結ねっていうのが結構あるわけですよ初心もそうだねあるいは小試験もそうかもしれないでもこれ結構乖離してるんで難しいかなっていうところがあるわけじゃあ乖離してるんだらやらなくてもいいかなっていう感じは思ってもらいたくないのね多分それは従来地図はそうだってことですよこれからは多分違ってくるんでしょうねあ,のある程度人の意見を聞いて著作して自分の見解を伝えなかったらこれから仕事は取れないからね で、そこからどうやって判断していってアドバイスできるかっていうところがポイントになるわけですよ。だから資格持ちに絶対必要になってくるわけね。で、そうじゃなかったら取る意味って全くないからね。はい。まあ、そういったことがありますんで、できれば最後はこの貢献解釈本見てもらって理解してもらいたいわけですよ。貢献解釈本ね。それが青本だったらしいなっておりますんで、できればよく読んでもらいたいかなと思っています。ね。多分、たくさんの講座ってあると思いますよ。これから。2年目。 ないしはやり直しの講座ってあると思うんだけど最後はこれになるからね、うん、だから私の経験から言うならばそうなるってことですよま、うん、ぜひご検討のほどお願いしたいと思っておりますでは、えー、今日はこの辺で終わりたいと思っておりますお疲れ様でした